僕は山上の親しい友人です。今回の事件のことでマスコミの報道おかしいです。フジテレビおかしいですよ。山上がインターネットの不確実な情報を信じたって言うんですが、山上はクラスのトップ生徒です。しっかり調べて納得ができてから動く男です。統一教会と岸信介の関係は有名な話です。自分の命をかけているんですよ。山上のお母さんが統一教会からどれだけ絞られたか？統一教会は自民党の金づるです。だから山上のお母さんが巻き上げられた金が自民党に渡っているんです。山上のような貧しい人間の金が巻き上げられる。岸信介、笹川良一、小玉義夫の3人が作った金づるです。安倍晋三は岸信介から受け継いでいるんです。フジテレビのごまかし。そこまでして岸信介と安倍晋三の統一教会ルートをごまかそうとするんですか。ひどいもんですね。